もぐりさんにとってのものづくりとは何か、その秘密はペチカにだけこっそり教えてください。もぐりさんの作るものってすごいと思うんです。独創的でワクワクして、これは絶対もっとたくさんの方々に知ってもらうべきなんです。もぐりさんにとってのものづくり、ズバリ一言で言うと、ま、できたかも。もぐりさん、聞いてますか？くそ、俺らの演奏がつまんねえだと。まあ他のチームはダンスを取り入れたり自分たちなりの見せ方ってのになってるよね。俺にチャラチャラ踊れってのか？ヘッチあんまりダンス上手くないしね。何かいい案考え。あ？わあ、綺麗。なんだ？え？あら、素敵。キラキラできた。ねえ君。あ、おい。すごいね、その光る玉。にぃ、誰？僕はフューラ、こっちはヘッチ。ね、今度アピオチュール音楽祭に出るんだけど、その光る玉、僕たちのパフォーマンスで使わせてくれない？おい、この音楽祭は世界中の演奏者が集まるんだぞ。音楽性で勝負するのが王道だ。そんな変なものに頼って有名になってそれでいいのか？そうは言っても今のままじゃねえ。だいたい僕らのやりたいことは僕らの音楽をお客さんに押し付けることなのかい？その通りだ。また心にもないことを。そのくらいやんなきゃ伝わんねえだろ。それでも伝わってないからこうなってるんじゃないかな。僕たち君の作品に感動したんだ。この通り、ぜひとも協力してほしいんだ。いいんじゃない。まあ、なんか浮かない空気ビンビン感じるんですけど。もうヒゲしんなり、もうないのかも。でも取れないとキラキラ玉作れない。きっとこの辺りにはもういないのよ。そろそろ寝なさいな。夜更かしは毛並みに関わるわよ。もう少しやる。鼻がビョンビョンする。この匂い。エボシ。あら、起きたのね。光エボシを捕まえんならやっぱダバい子だよな、ノイノイ。あんたは誰だっけ？おいおい、相変わらずだな。え、もこのペチカが説明しましょう。ノイノイさんからモクリさんが困っていると聞いて、何でも捕獲のプロ、シュラムさんをペチカが連れてきたのです。よう、シュラムだ。あんたがモクリか？水臭いじゃないですか。たまにはペチカのこと頼ってくれていいんですよ。何でも捕獲のプロってなんだよ。まあ俺は放浪するのが好きなだけだよ。光エボシ以外でも何でも聞いてくれ。
今の時期なら色とりどりのレンズ魚や時しらせも美味しいぞ。リリスの茎と一緒に甘辛く煮てアクセントに岩礁を一振りしたら何杯でも飯が食えるぜ。これで準備できた。マックリさーん、こんな夜遅くまでものづくりなんて。ペチカ、覗いちゃいますよ。言ったじゃねえか、あんなよくわかんねえやつ頼れるわけねえだろ。ごめんね。お客さんは誰も僕らを知らない。いつも通りでつかめればいいけど。今さらそんな心配すんな。そうだね、いつも通り。いつも通りだ。俺たちの全力の音で沸かせてみせる。次は何見ようか。大盛り上がりですよ。やりましたね、おくりさん。いい演奏だったわね。悪かったな、変なやつって言っちまったりして。ちょっと無視しないでください。お前の作ったあれすげえわ。俺自分の音聞いてもらえりゃ満足だったけどよ。やっぱその客と一緒に上がれるのはすげえ気持ちいいわ。お前のおかげでお前知った。ありがとうな。ヒューラも、お前いいんだ、僕も思い知った。僕たちもこの光に負けてられないね。そうだな、今ならやれる気がするぜ。いつも以上のやつがよ。もくりさん、今なら答えてくれますか。もくりさんにとってのものづくりとは何でしょうか。あれ、みんなを笑顔にするってことですか。素敵ですね。もくりさん、二人を塗りつぶしてた音が僕のと混ざって夜とみんなを塗りつぶした。かっこいい。新しいの思いついたの作らなきゃ。僕もキラキラのやつ見に来る。いいんですか。もくりさん独占取材。もくりさんの毛穴すらも見逃しませんよ。にぃ、やっぱり来なくていい。